ばんは。こんばんは。今日は10月の11日だったっけかな、うん、はい、そうです。午後10時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか、はい。今週もやってまいりましたケンメルのそれは街は大騒ぎ、うん、お届けするのは私、はい、木曽さん中と塩田忠美と、そして本日から、お試しのゲストの方をお招きしております、はい、自己紹介お願いします。はい、紫ルナと申します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ルナピーって呼んでください。ルナピーって、ね、ルナピーです。ありがとうございます。そんな気やすくていいんですか。いや全然いいです、ね、初対面ですからね。はい、ということで、お試しってことは、もう一回限りかもしれないってことですよね。まあ、極端に言ってくる。それはもう、すいません。だから、ほら、あの15分で終わるかもしれない。いや、そういう時間で切ることもあるんだ。やだ、外によっちゃ。パワハラ、これパワハラさ。おちおちユーモアも交えられないですよ、これ。まあまあ、一応事情を説明しますと、はい、9月いっぱいまで、あれ誰でしたっけ、ブース集出てた女の子、もう忘れます。どうぞ、鈴木かすみちゃんもう、ね、ずっとブース集のね、あのパートナー務めてくれてたんですけれども、はい、まあ、ちょっとあのお仕事の都合で10月からちょっと出られなくなったということで、お仕事の都合って何ですか。ミュージシャンなんですよ、はい、あのアイドル歌手というか、はい、で、まあいろいろと事務所問題とかもあって、うん、でほら方向性って変えたりするじゃないですか、はいはいはい、例えばその女優さんだったらバラエティ路線から女優路線に変えますよとか、うん、まあ、平たく言うとそういうことで、うん、まあ、僕も当事者じゃないので、うん、そこを実際ねどういうシフトチェンジをしたかまでは掘り下げてないけど、うん、ただあの決して悪いことじゃなくてね、うん、本当にあのこれからより羽ばたくためのっていうことで、じゃあどうしようと、まあ、これあらかじめ聞いてて、うん、でまあ2人でやるという選択肢もあるんですけど、うん、まあ、せっかくだからやっぱりブース州の方もね、誰かこういうきっかけを出会いの場として、うん、新たにまたね、面白い番組やれたらなということで、ね、そうなんです。鼻のある女の子が欲しいってことですよね。鼻のある女の子が欲しいってことですよね。あんまりその、私みたいとは言ってないですよ。あ、そういうことですね。土足で、はい、上がり込んでくるんだ。ね、土足でね、さっきからね、靴は脱いだ。土足で鼻束で叩きつけてくる。来るね。そう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 、で本当にほら、まあ今までのかすみちゃんのようなキャラクターじゃなくても全然いいし、うん、ね、いろんな方が可能性としてあるじゃないですか、うん、はいはい、ピースとしては。だから、まあ、今回もうあえて面識のない人でも応募してくださいっていうんで、うん、最初に応募してくれたのが実は早い者勝ちじゃないですか。早い者勝ちだ。最悪応募が一人だったら早い者勝ちになってたかもしれないですけども、うん、その後もこうね、ずっと、まあ、何名かの方がご応募いただいたので、はい、じゃあまずはじゃあとりあえずもう、ね、それでなんか、うん、あってもないのに切るのも失礼じゃないですか。いやでも書類選考ってありますよね、オーディションの前に。でもその書類って何見る。うん、なんか可愛いとか、どこに住んでるとか、今まで何してたとか。ああ、だからそこでね、あんま切る感覚を持ち合わせてないですよ、うん、その例えばもうだって どこに住んでるで切る普通。まあまあ、そうそうそう、うん、いやでもさ、こっから5時間以上かかりますとかだったらさ、いやそれはそもそも応募したやつの正気かっていう話ですからね。うん、だからまあそういう意味で、まあいろんなね、方に来てもらって、で、それで我々もほら、まあ、新鮮にね、はい、お話もできますし。いや、でも、なんたらかんだ言ってチェックしてるんですよね。はい。もちろんですよ。まあまあ、チェックっていうか、ほら、単純に僕はもうその感覚的なもので、楽しければいいっていう。うん。うん、で、ほら、今ほら、非常にね、楽しく今会話もできてるじゃないですか。ただこれ、まだ4分しか経ってませんから、30分ぐらい経ったら果たしてこれがどうなってるかちょっとわからない。そんな変わっちゃうんですか？わかんない。こればっかりはね。だからまあとにかく今日1回の放送を楽しくやらせていただくことがまず大事で、うん、まあそれは視聴者の方もね、うん、見ていただいて、今日も観覧の方もお越しいただいてるのは、ね、もう我々に対する期待というよりも新しくパートナーになる人どんな子だっていう、それはそうでしょうね。ねえ、まあ、そこをなんかこうハートをね、うん、奪っていただければ、うん、我々的にも嬉しいですしね、うん、番組の方もこれからも永続的に続けられたらいいなっていう気持ちが芽生えればもう、うん、なんそんな書類選考とかそういうことじゃないですか。うんうん、人物重視。人物、もちろん人物重視。いいことです。いいことです。本当ですね。ちょいちょいとこう上から目線を交えつつ謙虚されてる。
絶妙なバランス感できますけども。からだね。ね、うん、で、まあ、ネットで見れば今わかる時代なのかもしれませんけども、はい、ただ言っても初めてこの、ね、生で喋ってるルナピーを見る方がほとんどだと思うので、うん、はい、ちょっと自己紹介をしてもらいたいんですけども、うん、出身はちなみにどちらですか？生まれも育ちも、こう見えても東京です。おお、いや、こう見えてもっていうか、うん、なんだ、ちょいちょいところ、エジキ化そうというアグレッシブさはいいですね。なんかあるね。うん、東京生まれの東京育ちで、はい。でもそれ以上の住所は企業秘密です。聞かないです。大丈夫です。はい、誰も聞こうとしてない。成区何丁目何番地まで行かないですから、うん、このご時世ね。教えた、うん、で、活動自体は、そもそも我々だったら漫才師とか芸人とかっていう名乗り方をするんですけど。よく言えばマルチタレント。マルチタレント出ました。はい、私がとっさにいじめたくなっちゃうカテゴリー。何でもや嫌いなんだけど。何やってんだみたいな。あえてその中でもう一番に持ってくるとしたら何ですか？うん、やっぱりこういうバラエティ番組が楽しいからタレントさんやりたいなって。タレントさんをやりたいっていうことなんですね。もともとでも女優さんとかもやってたんでしょう？そうなんです、演劇部だったんです、高校の時代から。いやいや、それなんか女優さんっていうカテゴリーじゃないよね、それね。いや、だから舞台から、ね、そう、舞台から始まって、うんうん、それ後に映像とかのお芝居もやったってことがきっかけです。そういうことなんですね、うん、で、今後はそのバラエティタレントみたいなのをやっていきたいっていう、まあ、何でもウェルカム、うん、として頑張りたいです。そういうことなんですね。はい、なんか今日こうやって喋ってて、うん、まあ、基本的に僕進行なんでやっぱツッコミなんでね、はい、で僕が喋り数がちょっと増えちゃう部分はあるんですけど、これ場合によっちゃ、ルナピーとタダミチの時間5分ぐらい作ってもいいかなと思って、私が喋っちゃうとほら私の喋るボリュームが増えちゃうので、そんな時間ちょっと一回あってもいいかなっていう。あ、そうなんですか。おいや、2人で喋るってことですか？ただ道と2人で喋ってください、そこは。嬉しいですか？いや、なんかあんまり嬉しくない。なんだろうな、この感じは。普段だって君だってお金払ってそういう場を望んで行ってるわけでしょ。そういう場ってどういう場ですか？ほら、お金払って女の子と、うん、もしかしてああいうことですか？もしかしてそれ浮かんだやつ言ってんすか？ああいうことって何？やめてやめて、私は未知の世界です、そういうのは。いや、それはそうですよ、男の人が女の人とお話をする、うん、お話するだけなんですか？いや、それはだから人によって違うんじゃないですか。はい、うんうん、あ、すごいですね、我々が思ってる以上のところまで行ってますよ、そこまで。うん、うん、まあだから、うん、なるほど。でもそういうとこいっぱい行ってる。いや、そうでもないですよ、そんなにあれですよ、最近は。最近はってことは昔は昔も最近もそんなに行かないの。いやー、やっぱルナピーとタダミチの時間欲しいな、やっぱり。45分から50分ぐらいまでやっちゃいます、うんうん、そんなにいいんですか？はい、え、嬉しそう。これね、だからでも、うん、いや、いいんですよ、いいんですよ、ね、ほら、うん、ねえ、何飲んだよ、何を飲んだよ、あのねえじゃ通じないです、うん、あ、そうです、はい、ありがとうございます。そうね、あのねえじゃ通じないね、うん、まあでもほら、まあ、仕事が他に例えば入ったりとかして、うん、で、僕がちょっと遅れたりとか最悪休むなんてことも過去なかったわけじゃないんですよ、で、それ具体的に言うと7月末にお芝居に出てたんですね、うん、僕ちょっと彼はお芝居で出てなかったんですけど、うん、で、僕ピンだったんですけど、で、そうなるとお稽古の時間が例えば9時半までっつって、うん、そこから急いできても10時、半ぐらいになっちゃうとかっつったら、うん、30分その間は一緒にやってたかすみちゃんとかと、うん、まあ、トークしなくちゃいけなかった時間、しなくちゃいけないというか、うん、まあまあ私がいないのでね、でそういうことは今後あるかもしれないですから、うん、でその2人で喋ってみてどんな感じなのかなっていうのは、うん、どんな感じなんですか？それを試すんじゃないのかな。そう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 。まあまあ、まあ、全然あっていいかなっていう、うん、でここはほらなんとなくイメージつくと思うんですよ、私と2人とかで。なんかね、私は普通にこうやって振るタイプだから、うんうんうん、そうちょっとね、だからそうね、どっちなんでしょうね。でもボケ、本当はボケたい、こう、まあ、ボケたいですよ。なんか、まあ、いじられキャラなんで、いじられるのは好きです、ね。いや、どう見てもボケキャラだから。やめて、ちょっと、なんでそっちに持っていくの。今度はパワハラじゃなくてセクハラですよ。訴え方が安いな、一貫して。いくつなの、これ、年は聞いちゃいけない。いや、それセクハラですよ。もう年聞くのもあれなんだ、セクハラなんか今。そうですよね。いやいや、どうでしょうね。でも、その人によるんじゃないですか。でも、
葵ちゃんは言ってるもんね、普通にね、25歳にこの間なったとかっていうのは別に言う人は言うんですよ。いや、マイナス7ぐらいかも、私それの。そんなわけねえだろ。そんなわけねえだろ。TKO。これはダメ。これはセクハラとパワハラだから、今のは。ダブル。今のそんなわけねえだろ。ダブルハラスメント。これはもうダメ。明らかに嘘でしょ、そんな。出るとこ出たら負けるやつやっちゃった、今。なんだ今の。マイナス7よく言えたな。いや、25引くマイナス7ぐらいかな。誰が見たってそんなわけねえだろ、おい、みんなの気持ちを代弁しただけだよ。それがパワハラになるか。まあまあまあ、心のどっかで視聴者の方もよう言うたってなってるかもな。基礎が踏み込まん領域いったな、あいつは言うて。まあ、それは言わないんだね、年齢はね。え、だからマイナス、25引くマイナス7ぐらい。でも嘘つけ言うてる。ほら。ごめん、ごめん、ちょっともう、すいません、ちょっととっさに言っちゃいました。抑えきれない衝動がちょっとね、私を突き動かしてました。すいません、本当にね。まあまあ、ということで、まあ、これからね、そのバラエティでっていうことで、え、例えば、こう、目標にするタレントさんとかいるんですか？誰でしょう？特に。はい、よくあるのは、あの、目標はいないです、私がオンリーワンになりたいからみたいなこと言う人いますけど、うん、あ、でもまあオンリーワンの存在でいたいのは事実です。十分オンリーワンや思いますよ、うん、あ、よかったよかったよかった、うん、ここまで生きて、まあ、私あんまり誰かに似てるとか言われるの好きじゃない、はい、あ、なるほど、ね、あ、いや、いいじゃないですか、芸能界唯一じゃないですか、 B 型だ、 B 型じゃないです、大型です、あ、そうですか、ちょいちょいチャーミング盛り込んでくるな、うん、大型ですって言う、うんうん、どれこすんの、そうやって、いや、そんなことしてない、いや、やれやれやれって言ったんじゃなくて、ブリッコの咀嚼が古い、うん、やっぱ古いな、やめてそれセクハラだから、ちょっとそんな、いやいや、何？何やって、それがぶりっ子だとするならば、決して男は歓迎しないよ、うん、なんか全然興奮しないよ、そうね、え、趣味は、うん、趣味は、あの、こう見えてもマリンスポーツが好きなんです。おー、え、例えば具体的にどういうやつ、あの、バラのボート乗ってキャーキャー言うのが好きなんです。マリンスポーツかそれ。え、何、バラの、え、バナナボート、あ、バナナボート、ほら、事前に言ってたでしょ、滑舌じゃん、滑舌悪いです、そこは優しくしてあげてくださいよ、バナナボートで、だからほら、ボケたのにほら滑舌勝っちゃったから今、あバナナボートに、うん、あの、またがって浮かんでるのが好きなんだね。そう、スピードガンガン出されてキャ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 叫ぶのが好きなんだ。ああ、そうかそうか、あ、ボートで引っ張るやつだ。そうです、そうです、あるね、うん、でもあれマリンスポーツなのか、うん、あれ多分多分入ってるはず。マリンスポーツって純粋に何でしょうね。あ、あとダイビングもやります、たまに。あるんだと、そっち先言ってよ、そのバナナボートより。バナナボートの方が好き。あ、そうですか。うん、日に焼けてますもんね。あ、そうなんです、ね。え、例えば夏なんかもう終わっちゃいましたけど、うん、やっぱり海とか遊びに行ったりとかして。あ、プールとかも行きます。あの、スライダーがすごい好きで。あ、そうですか。やんわりとマリンからプールに変えましたね。今年の夏はさてはマリン行ってないな。え、まあ、海行ってない、行きました行きました、どこ行ったんですか、海は。伊豆とあと福島の方行きました。へえー、いいじゃないですか。それは何をしに行ったんですか。それも泳いだり、あとバナナボートやりました。バナナボートに固執するのなんだろう、すごく好きなんで。あ、そう、でも引っ張ってもらわんと無理でしょ。あ、そう、引っ張ってくれる人がいて、そういうの福島にも行ってるし伊豆にも行ってるんや。そういう伊豆ではバナナボートやんなかったんですけど、やらんのかよ。泳ぐだけだったんですけど、福島ではやった。あ、やったんや。あ、そうなんすね。あ、これでもこの番組史上ないキャラクターの人ですね、うん、いや、そうですね、本当に、だ、幸いにして今のところ新鮮に喋れてますけれども、うん、これがだからだんだんこう蓄積してくるとだんだん苛立ちに変わらへんなっていう、そう、そうなんだ、ね、これを、うん、味を知ってからですよね、やっぱね、そうね、どう変わってくるから、ね、まあ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 、でもね、言ってもほら番組とかの経験もね、出演した経験も終わりっていうことですから、うん、まあ、その辺も踏まえてね、やっぱ今日もやらせてもらう、あ、じゃあもう芸人さんとかと絡んだりしてる。まあまああります。おお、例えば、いや、あの、あ、そうだ、思い出した。あ、そうだ、今ありますの時はお感じなかった。見切り発車やったんや。あの、今の、あ、そうだが、えらい棒読み、棒読みだったんだよ。あ、そうだ、下手だよ。もう一回言ってみて、あ、そうだ、あ、そうだ。うまかねえな、あの、ほんと芝居やってたの。俺やってたの。はい、やってた、干されたの。舞台芝居をな、うん、舞台見たことないぞ、うん、いやいや、それロミオみたいなことやってます。あなたはなぜロミオなのって。やめてくれ。
そうね、ジュリエットやったんや。そうやです。ヒロインに憧れてるんです。ヒロインや。憧れてる。その役はもらわなそうだね。あ、ジュリエットのオーディション何回か落ちてます。落ちてるから。なんだもうツッコミ力入るようなって。それ例えば芸人やとどの辺の人と絡んだことある？スピードワゴンさんの番組出ました。いつ頃ですか？もう結構前です。あ、そうなんですか。その時はあのスピードワゴンさんが MC で恋愛弱者を救えってコーナーで私の過去の恋愛の痛手を暴露しました。そうなんだ。あ、テレビね。そう、テレビです。TBS です。あ、そうですか。ちなみにその何ですか、過去の話ってどういう話をしたんですか。あの実際にあった話なんですけど、聞かせてください。実際、嘘言われた。いや作り話だったんかって話だから。私が過去になんか出会い系サイトで会った男の人に一目惚れして、ちょっと待って、ちょっと待って、前振りがエッジ聞きすぎてるやろ。そこさらっと言われてもね、出会い系サイト、あ、そうです、そんなんやるんですか。昔、今は全然やってないですけど、昔やってて、でその彼と会ってすごくかっこよくて一目惚れしたから、もういきなり私がもう好きになっちゃって、もう大ちゃんのこと大好き、もう大ちゃんがいないと生きていけないとか、そういうメールを彼に送ったら、お前さ一回しか会ってないのに何が大好き大してるんだ、ふざけんじゃねえとか切れられました。それは直で言われたんですか。あ、直で言われました。もう初めて会っただけで私も大ちゃんのこと大好き、もう愛してる、大ちゃんがいるから生きていけるとか、そういうメールをいきなり送ったら、お前一回しか会ってないだろ、バカじゃねえの、俺の何が分かって大好きだろ言ってんの、とか言われました。あ、すごいですよ、同じ内容2回同じ内容できるじゃない。若干テンション変えて。あ、そうですか。惚れやすいタイプなんですか。あ、そうです、私すごく惚れやすくて、でも冷めやすいんです。そうなんだね。日本人で多いね、そういう人ね。とりあえずあの彼なんか独身ですけど、パッと会ってどうですか、第一印象は。なんだこれやろ、振られやがった、また上から来たね。なんその鼻で笑って、なんなのそれ。いや、なんか私は今あんま恋愛はそこまでなんかね、興味がないというか、なんていうか、気使われてる、今完全に。なんか、あの仕事の二の次でいいというか、そんな感じです。仕事が今楽しくて、だまあちょっと彼氏とか作ってうつつ抜かしてる場合じゃないと。あ、そういうことです。でも大ちゃんみたいなかっこいい人来るかもしれんよ、いきなり。表情が変わってるやん、そうなった。そしたらって感じで。大ちゃんどんだけかっこええねん。古いって、そのあの解釈が古いね。こんなんおらんからね。俺より上だな。やめて、女の子に年の話するのセクハラなの。女の子ってなんださっきの。女の子ね、女の子。でもあれですよね、言うてもね、いろんな芸もやって、でそのスピードワゴンの番組とかも出たりとかっていうのもあってね、なんかいろいろ聞いてくと、またなんかこう知られざる過去は出てきそうですね。だマルチにやってきたっていうから、その舞台とそのテレビと、あとはあ、モデルもやってるんですか。モデル、あ、モデルはでもツイッターにね、あれ何ですか、ウェディング、あ、ウェディングモデルやってる、モデルをね、やってるんですよね、花嫁さんのね。そうなんです。巫女の母なの。あ、違う、巫女の母、あ、違うね。うわ、もうちょっと席外したなった、今二人の時間楽しみかな。ごめんなさい、今ちょっとピンとこなかった。モデルやからね、あくまでモデルかね。あのウェディングドレスを着るモデルさんっていうのがあるんですね。花嫁さん。あ、そんなモデルで。どうなんですか、そんなの着たらちょっと結婚願望芽生えたりしないんですか。いや、芽生えないですね。あ、もう本当に仕事でやってる感じなんだね。むしろすごく着るのが大好きで、ウェディングドレス。あ、そうですか。あ、でも、お客さん曰く、私のウェディングドレス姿見ると結婚したいモードになるらしいです。どういうことだよ。いや、もう結婚式って本当素晴らしいんだなって、なんか涙流しながらお客さんに結構言われます。あ、そこまで、どういうただ着るだけじゃないの。あ、模擬挙式をやるんです。ウェディングドレスを着て、実際に指輪の交換とか、エアですけど、誓いのキスもやるんです。へえ、すごい。そうなんですか。バージロード新郎役の方と歩いてるんです。はあ。でそれで、あの要は将来、近い将来結婚する方々に、そのいわゆるテストの結婚式を見ていただいて、どうしますっていう。へえ、面白いね。そんな仕事があるんですね。これでルナさんのその見て結婚したくなるって。そう、結婚式って素晴らしいねって言われるんですけど、私は自分自身はそういう気持ちにはならないけど、でも
女優さんだから、それをね、お客さんたちに何とか伝えようとしてるんです。本当に結婚式の素晴らしさを。ああ、そっちの方ね、うんうんうん。でもすぐ表情出るか、顔出てんじゃん。いや、でも幸せオーラをね、ブンブンに出してる。もう下打ちしたりとか。いやいやいや、してないです、してないです。もうルナはすぐ表情出るから。あ、そうそう、それはあるから。だから私は、もう世界一幸せな花嫁なのよって、もう自分に言い聞かしてるんです。ああ、例えばその指輪の交換とかっていうのがあるじゃないですか。はい、その時の表情、どんな表情でやるんですか、ちょっと見せてもらっていいですか。あ、普通にこうやって。でもほら普通それはもう言うたら人生で最初のイベントですよ、それは、うん、はい、こうやって、うん、あんま楽しそうじゃないね。いやいやいや、うん、あ、でもそんな感じやるんですね、全部やるんだ、一回でもなんかね、指輪の交換の時に間違っちゃったんですよ、新郎役の人がなんか、うん、指輪、新婦と新郎の指輪の大きさ離れを間違っちゃって、私がなんか小さい方の指輪を新郎さんの方にはめなきゃいけなくなっちゃって全然通らなくて、あー、なるほど、そうです、やばいやばい、こっち新婦の指輪なのにちょっと入らないみたいな、テレコにしてしもたんですね。そうなんです、どうしたんですかその時は。なんかもうギュウギュウ押し込んでも入らないから、まあじゃあここまででいいやと思って。あー、そう、指先つけた、はい、なんかたまに山田花子姉さん憑依する時ありますね。あの声のトーンがなんかたまにスーってこう、ね、弾丸が被るような瞬間がありますよ、あの、うんうんうん、言われます。いや、言われたことは、また花子さんに似てるとは言われてない。あ、でもそう思ったらもう花子姉さんに聞こえてきちゃうね。聞こえる、聞こえる、こういう声なのかな。え、そう、うん、いい意味で、いい意味で、あ、本当ですか。褒めてたんですか。当たり前じゃないですか。だってもう怪我してたらお前パワハラのせっかい言われるよね。今日だけでどんだけ言われたよ、ほんま。そうかそうか、なるほどね。まあということで、まあ、うん、とりあえず今日一日ちょっとお付き合いいただいて、で、ご本人もほら熱しやすく冷めやすい性格やっていうことですから、また後日ね、ちょっともう、あの二人とは無理やなって思ったらそういう連絡が来るかもしれないですけど、とりあえず今日一日は楽しくちょっと過ごしていただけたらと、このように思っておりますけれども、はい、でも塩田君どうですか、ここ1週間。僕はここ最近は比較的よく一緒に動いてますけどね。ああ1週間演芸場ね、出番も多いですから今週ありましたね、演芸場もね、ずっとね3日間ぐらい来週は4日間、4日間連続だっけ、ありますね。ああ、でもこの間あれですね、久々にあの古着屋さんに行きましたね。おお、あんまりそういうの着るイメージないけどね。そうなんですよ、もしかしてこのスーツも古着。スーツ古着ってあんたそれないでしょ。スーツ古着ってそれないよ。あんま聞いたことないね。売ってますよ。あ、スーツ売ってます、うん、でも買わないんだ。だって、うん、なかなかスーツは合わないよ、あれ。まあね、だってこの辺とかもやっぱりね、うん、あの肩とかその腕の長さとかもほら測って買うもんやからね。そうそうそう、うん、なかなかビタッと合うもんは難しいかもしれないですけどね、男の場合はね、うん、なんで古着屋でスーツ売ってるって知ってんの。いや、私も古着屋さんたまに行くからね。あ、行く、はい、あ、じゃあスーツ、あ、なるほどね、うん、で、その古着屋行って行ったんですよ。それでやっぱで広い、なんか近所に新しくできてた、できてたんですね。もう知らなくて、それでずっと行こうと思ってて行って、もっと広いんですよ。うん、なんか高田の馬場のジーンズメイトぐらい。万人に分かる例え持ってきてくれると助かるんですけどね。はい、まあでもなんか広いんだ。コンビニくらいの大きさで、お、広いな。それも場所によるやろ、コンビニも。栃木のコンビニと東京のコンビニで違うねんから。違うか。まあでも広いんです。はいはいはい。で見てたら、あんまりこう見つかんないけど、やっぱジーパンあったんですよ。ああ、ジーンズな。これいいなと思って。安い。やっぱあれ、知ってます？ 1500 円とか。あるある。うん。全然ある。1900円とか。その変にこだわらなければね。うん、その年式とかそういうのこだわりだしたら逆に高なるから。うん、でも501があったんですよ。ああ、まあ501とか普通のやつなのね。うん。うん、だこれいいなと思って、もう履いてみようと思って、うん、もう履きたくなっちゃって。うん、で、店員さんに、あ、試着していいですかって、うん、試着室入ったんですよ。うん。うん、そしたらさ、うん、狭いの、試着室。おお。狭い、もう、いや、びっくりする、本当。店は広いのに試着室が狭いんだ。狭いん。どれでもそんな広く取らんよ。いや、もう何の机ぐらい？そんな狭いわけない。どんくらいやこれ。いや、でもこの机ぐらいあるよ。なんやって狭いとこやったら全然。ああ、あります、うん。そこまでそんな試着室そんな何個も知らないし。人生ででも5度目ぐらいやもんな、多分試着室、うん。そう、だからもうめったに行かない。だから試着していいですかっていうのもちょっと。
あれ緊張するぐらい緊張した。だから一回ちょっとここで練習しましたもん。しゃくしゃくですか。噛んだらまずいから。いや今噛みましたよ。よく聞いとったな。しゃくしゃくしましてみたいな。それはデフォルメなのかガチで言うてんのかちょっとわからんけど。自分棚にあげて。地獄耳みたいな。ね。あでで。そうで入って。来てたらもう腕バンバン当たるんや狭いから脱ぐとこも当たるし生えてもガンガン当たってそしたら店員の女の人があのお気に召さないようで八つ当たりしてるよね今日だから怒ってんねやい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 や違うんですけど、うんまあ、結局買わないで店出ましたけどねそうなんや、うん、やっぱ合わなかったなあまあだからジーンズもほら難しいよね、うん、だからウエストで選ぶ太ももで選ぶ、うん、裾の長さもやっぱみんなほら着るからそうなんです、うん、だどっかで合わないとねそうなんですでダブダブに履く人やったらある程度緩くね、うん、選べれるけどねなかなかないねやっぱりうん、まあまあ、うん、ちゃんと4種類くらいないと同じやつがねうんだから T シャツとかがいいっすようん、T シャツとか、まあ、いわゆる古着として上着はいいんちゃいますそこまでほらだいたいサイズ感で買えるからあれは、うん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 、でもズボンは難しいねないパンツ系はねないなまたでも定価で買うと高いですからねジーパンはまあまあこだわるとな最近1万しちゃうからするするうんリーバイスのなんてうん、うん高いやだなジーパンまあまあうまいこと会えばラッキーでなそのユーズド感でなそうなんです逆におしゃれになることもあるからな、うん、おしゃれしたいなと思ってね、うんまあ、ジーパン買いましたけど買いませんでした、ね、あ買わんかったな買えなかったなそう服とかはどういう感じでいつも選んだりしてるんですかいや私ぶっちゃけ、あんまり言いたくないんですけど、洗濯物干すじゃないですか、はい、そこのハンガーにかかってるものから取ってきます。なるほど、はい、あんまりなんか興味がないというか、いや興味がないというかもうハンガーにかかってる一番手前のものから着るんです。それでもあれちゃん毎日同じ服になったりしてない？いやそんなことはないですけど、うん、でもそれに近いノリでしょ、うん、だからタンスに入れないってことですほぼ。あもうガサツ干してそっから着る。いやガサツはガサツやろ。あすごい目立つ。いや絶対汚いよね。あすごく汚いです。うわそうなんだ、なるほどね。今度写真撮っていやいや見せてほしいですね。見たい、うん、その汚い部屋とか見たいわ。いや見てください。うん、コジマジックさん紹介するからほいで綺麗にしてくれるんじゃん。収納時よ、うんうん、そうか、なんか苦手なんですか、うん、その片付け自体。あ片付けが苦手で、本当に。料理は、うん、あ料理こう見えても料理はします。おお、そのこう見えてもって冠に毎回つけるけど、うん、得意料理は、うん、カレーとか。うわあ、カレー粉入れたら概ね成功するやつやん。カレーはね、誰でも小学生でも作れるって言いたいんですよね。うん、小学生、うん、まあまあまあ。あれは失敗ほぼないね。いやもっとほら味付けで左右されるやつを聞きたいですね。うん、あ私自分で言うのもあれなんですけど、ご飯炊くのうまいです。ご飯だ、そんな決められた量入れりゃ炊けるやん。あまあまあ、あでもわかんない。あの土鍋で炊くとかかもしれないね。炊飯器で炊く。炊飯器で炊くね。土鍋でも違うやろと。考えてもすごく美味しいんです。なんか炊飯器で。それは炊飯器が今技術高らってるからよ。それいいのあるよ。いやちゃんと溶いてるからかな。ちゃんと溶くもんね。二三回水通せや。どんだけ自分の手柄にしたいのそれ。もう一丁ちょうだい。うん、もう一丁得意料理なんかないの？こうもっと鮭焼いたりとか。そんなお前調味料の一つも加われへんやん。鮭、うん、やっぱ古いね。鮭、うん、だね。だってカレーが得意言うて次ご飯でしょ。カレーライスやん結局。うん、で結局それでだからご飯と鮭ですもんね。うん、多分そのうち次卵、生卵、うん、卵かけご飯。ハムエッグとか言うよるよほんまに。あそうダメ、もっと味付けないの？なんかチンジャオロースとか。あーそうそう、そういうの作れたらええな。うん、鍋振らないの？鍋振らないの、うん、たまにチャーハンとかもやります。まあまあご飯火通したらな、チャーハンなるかな。いやちゃんといろいろ具も入れてますよ。ダルトとかえナルト、ちょっとナルトって言った。チャーハンナルト、チャーハンになると。いやまあそれでも普通5番手6番手の人ちゃう？普通ほらチャーシュー卵ネギとかから入るでしょう、うんうん、なんかもう冷蔵庫の余りもんだよそれ。ナルト、え他ナルト以外は入れるの？あ卵とかあと人参とか、
人参ピラフになってんじゃん。うんうん、どっちなのね。ピラフやで、それ、うん。ちょっと他の料理でちょっと材料聞いてみようよ。うん、なんかこの料理だったらどういう風に作る。ポテトサラダは。ああ、ポテトサラダ。ポテトサラダは何入れます？じゃがいもと、あとハムと。ハムと。トマトと人参。トマトもまあ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 。トマト、まあ入れるかな。もうちょっとちょっと技術いるやつ、もうちょっと技術いるやつで。なんだろうな、野菜炒め。あ, あれ野菜炒めとかは、うん、私炒める料理ができないんですよ。なんで？チャーハン。チャーハンできるやん。チャーハンはできるんですけど。チャーハンの方が難しいよ。チャーハンはなんかさ、フライパン全部覆われるからいいんですけど、なんか一回なんか肉とかを単品でちょっと入れた時に、ブワーって火が出てきて、なんか天井まで火が届くと怖くて。それは自分、何してんのそれ。お前さっきから何を言っとんねやろ。本当だって。わーって本当にそんな恥ずかげん一つやん、そんな火柱バーって立つとか、うん、むしろだって中華のすごい人がやることやで、うん、なんか CM だよ。わーって出てきちゃって怖くて、もうそれ以来ちょっとあんまり炒める料理を手加減してるんです。多分その手加減してる。手加減ってちょっと相手の様子見てみたいになってるけど、うんうんうん、もう本当に大量のものじゃない限りやらないんですよ。大量の炒め大量のものね、あちょっと ね簡単なものとかあんまり炒められない。例えばじゃ あ、ね、ちょっと和風でいきましょうよ、うん、肉じゃがとか作れます？肉じゃが作ったことないです。作ったことない。でも作れって言われて、例えば大ちゃんほらもうイケメンのだわ。大ちゃん言うたら機嫌よくなると残ってたね。大ちゃんが肉じゃが食べたいって言うたら作るでしょ、頑張って、はいはい、したら今もう料理本ないんですよ、うん、どうやって作ります？肉をとりあえず茹でて。肉茹でるの？お前、いや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 、ええ、で、あとに人参とか、ええ、あとこんにゃくあれ？ああまあまあ、いや思ったことよ、思ったの言って。白滝とかを一緒に入れて、なんかみりんとかを足して、うん、醤油とかいろいろ。ちょっと息が上がってきてんねんけど、うん、肉じゃがの話で。渡す。あ渡す。渡す。ああなるほどな。でもね。まあ、今はそんな、なんかこう結婚願望もないって言うてるけど、でもいつかそういう時が来るかもしれないから、うんうん、料理はできた方がいいですね、うん、確かに、うん、だからなんか、ね、うん、やるって言ってそんなにやらないもんじゃない、あんまりやってない。やってない、あんまりやってない、あんまりやってない、うん、まあまあまあね、これからおいおいってとこもあるんでしょうけどね、うんうん、はい、メールいただいてますんで、結構ね、期待に、満ちたメールもいただいてますよ、本当にね、はい、ご紹介しておきましょう。もやにゃんさんです、いつもありがとうございます。木曽さん、塩田さん、ルナさん、こんばんは。こんばんは。先日から体調崩してしまいました。私の場合は喉から来ます。喉がイガイガすると思ったら水際対策です。この喉の異変をで治しててしまうというのが私の風邪対策です。温かいものを飲んでとにかく寝る、これに限ります。皆さん喉を使うお仕事ですが、何か喉に良いことをしていますか、ということですけど、急に冷え込んだ日の朝とか、パッと起きた瞬間喉が痛いいう時はやってしまったって思うよね、ビ、うんうん、クッとしますね、うん、まずいなって思って、あれで治せることもまああるから、まあ、確かにこのもやにゃんさんが言う通り、はい、まあ温かいもの飲んでとかは、やり方やと思いますけど、どうします？例えば喉痛なったりとか、喉に良いことをしてますか、うん、という質問いただいてるんですけど、喉飴食べるぐらいしかしてないです。ああ、うん、そう、ママ友の議員か。旬やな、うん、舐めてんじゃないの今日。あ、舐めてんじゃないの、もしかして子供連れてくるん違う、子供抱えてくるんちゃうこれ、今後。ほんまにこの番組50分番組やから8時間もお届けできないよ、本当に。そうかそうか、まあでもあとなんだろうね、よくあんのはそう、首の周りあったかくするとか、うん、どうするよ、ネギ、あ、ネギ、ね、ネギ巻くの、あれあれ風か、風か、あんまだからね、僕はもう、うん、なんだろうね、まああとあれかな、うん、ニンニクがいっぱい入ったうどんとか食ったりとかしますけどね、味噌煮込みうどんにニンニク入れてとか、ニンニク、いやまああとは山岩木からでやっぱこういうのついてスタミナつけたとかって思い込むことしかないじゃないですか、ですね、うん、本当に、うん、まあでも飛んじゃうこともあるからね、我々ね、喉に関してはほら風邪だけじゃなくて、もうそらステージの回数が多いとかってなると、やっぱりだんだん後半やられてくるとかもね、
野外とかだとそんなに、ね、あったりもします。そんな忙しくなってみたいですよ。いやいや別にそんな忙しい話じゃなくて、ね、まあほら1日8捨てとかってなってくると、あそうですか、7本目8本目ぐらいからちょっとやっぱりやっぱおかしくなりますっていう時もありますね、私の場合はね。まあでもやっぱり気温の変化にちゃんと体が順応できるようにしておくことかもしれないですね。ですね、うん、はい、はい、まさみさんです。いつもありがとうございます。中日の新監督に与田剛氏が決まりました、伊藤勤氏との、との、報道もあり、個人的には伊藤氏を推していましたが、決まった以上は与田新監督を応援します。一方で最下位が決まった阪神は金本監督が続投するようです。ファンは納得してるんですかということですが、推進で辞めるそうですねっていう、ちょっと早い時間のメールだったので、9時朝の9時だったんですね、次は矢野か掛布かということですけどね、掛布、いや次の阪神の監督がね、掛布さんはどうなんだろうね。昔二軍のヘッドコーチみたいなのではやってましたけどね、やるんだったらもうやってると思うんだよね、掛布さんはですね、うん、随分年いってますよね。ねえ、阪神どうなんでしょう、 OB でやるとしたら誰なんでしょう。バースですね。ちょいちょい2本来てるからな、ね、やっぱバースかオマリーか。いや、なんで助っ人やね。それこそでも岡田監督とかはあるかもしれないよね。ああ、もう阪神やし、あれやってないんですか、ね、今やってないですね、うん、もっとオリックスでね、監督としてやってましたけどね、うん、野球はあまり興味ないですか。いや見てるんですけど、よく、いまいちルールがつかめない。そうだ、よく見てんのにルールがわからない。そうなんです。いや、もちろんホームランとかそういうのはわかりますけど、うん、ホームランはわかりますよね、はい、なんか何がわかんないですか、うん、あの S とか書いてあるの、ストライク、あの表示がわかんないの、 S と SBO がわかんない。あ、 O はわかります。 O はわかんない。 O は何、アウト。あ、そこはちゃんと S と B がわかんない。 O は何ってボケるんですか、うん、B は分かんないんですか。はい、ああそうですか。 B はボールですよ、うん、ボールって何ですか。要はストライクってこの中にストライク分かんないんじゃないの。ストライクも分かんない。ピッチャーボール投げてストライクってどういうこと、うん、当たったってこと。あれ相当やね、それね。まあまあ、それで野球見てんの。何が楽しんでるの。とか結構見てましたよ。高校野球はどういう気持ちで見てるの。あ、どっちが勝つかなって。まあ、そんなネットでよくね、もうもはや、うんうんうん、でもそのあれが家庭が見たいんだ。臨場感とか、あ、テレビでしょ、でも、うん、臨場感ってその現場行った時に味わえるもんだからね。うんうん、テレビがでかいんでしょ。いやー、ね、面白いね。塩田君ちょっと食われ気味じゃない。マジでちょっとね、ちょっと持ってかれ気味だよ、ね、これナチュラルで来てるからね。結構手強いですよ。怖いな。プリン厚美さんです。いつもありがとうございます。ルナさん、はじめまして。はじめまして。はい、今日初の出演ですが、木曽さん、塩田さんから言葉と会話の面白さを経験してください。いやいや、私たちはそんなめっそうもないですけど、今週気になるニュース、アイドルグループ、愛のハガールズかな、のメンバーが社長からパワハラを受け自殺した、メンバーの方の家族が社長相手に提訴したことです。16歳の子が22時間以上による、仕事の拘束だったり、仕事のことで LINE で暴言を言ったり、また辞めると言ったら1億円払えなどと言ったり、これほどひどい社長は他にはいませんね。裁判となると、まあその自殺した子が勝つとは思いますが、なんでこんなことになったのか社長から説明してほしいです。また16歳の女の子を自殺に追い込んだ責任は重いので、そこは受け止めて相手家族に謝罪してほしいです。まあ当然ですよね、うん、でもこういうことっていっぱいあるんでしょうね。なんか、うんうん、ね、なんか若いから言い返すこともできないし、で、まあどうね、年の頃ならこんな感じの人ですよ、うん、きっと。でそれを上からうわーって言われたら、それは辛いですよね、うん、でも相手が嫌だって思ったらパワハラですよね、うんうんうん、そうですね、うんうん、だからまあそれをパワハラだという認識も持てずに、うん、自分を追い込んじゃうのが自殺になっちゃうわけじゃないですか、うん、だからまあねえ、逃げれないっていうか、うん、だからそこなんだろうな、うん、一点しか見れなかったんでしょうね。だからもっと他の人がね、そうそうそう、気づかなかったんでしょうか。ほら大手、ね、広告代理店の社員さんがね、あの自殺したのも結局忙しくて、でも辞めりゃいいし休みはいいんだけど、それがもう分かんない、うん、そんなことが分かんなくなっちゃうっていうのはもう完全に追い込まれちゃってるっていうことですからね。なんかここは
ね、まあ、追い込むこれなんかもう特定の人物ですから、うん、やっぱ何かしらなんかね、うん、こうなる前にしっかり、ね、うん、考えを改めるべきだったと思いますけどもね、はいはい、まあ、残念なニュースですよね、本当に夢持ってやってた人ですから、はい、ありがとうございます。次行きましょう。デニコさんです。ルナちゃんはじめまして、よろしくお願いします。さて土曜日の話、駅前まで買い物に100均がある大きなスーパーに、すると駐輪場でおばあさんが若者の自転車にぶつけられて転んでました、私は駆け寄り大丈夫ですかと、そしたら若者はばあばあちんたら歩いてんじゃねえよと、だから私が違うでしょ、謝んなさいよと言ったら関係ないババアは黙ってろと、うん、ババア一番言われたくない言葉だ。若者は切れて罵声を言ってるので、私もついに切れた、ふざけんな謝れ、そう言って若者のチャリを蹴飛ばしました。若者は焦ったみたいで、大学生をなめんなよバカ野郎と言って逃げていきました、うん、幸いおばあさんに怪我はなく、私にありがとうと言って立ち去りました、うん、私虎年なんで切れると怖いのですよ、帰ってきて母親にその話をしたら怒られました、うん、正義感が強いのはいいけれど、今の世の中怖いから気をつけなさいと、確かに先に手を出したらいけないですよねと、でも近くには、独協大学という名の知れた大学があります。情けないったらあれはしない、今の若者はよしよしがわからないのですかね、ということで、うーん、で相手がおばあちゃんだからってことですね、これはもう 100% そういうことですよね、うん、でも蹴ったこと全然悪いと私思わないです、その人が。ただまあ、ね、いや、あの心情的にはもちろん組めるんですけど、うん、でもやっぱりそこは話し合いで解決をすべきでも言っても分かんないんじゃない、それだけねバババババばっかり言う人は。まあまあまあ、だからもうそこはやっぱり第三者の警察呼ぶっていうことですよ、絶対に、うんうんうん、でそうすれば、まあ、しかるべき公正な立場でやっぱ判断をするわけだし、うん、そしたら制裁を受けるべき流れになる可能性もあるわけだし、うん、っていうことじゃないですか。だから分かるよ、もちろん、うん、あの切りたくなる気持ちは僕も一緒にいたら当然僕も加勢したくなる気持ちになってたと思うけど、うん、ただやっぱりそこは冷静さも持たないといけなかったのかも。うわ、感情的にすごい心情を組めるんですけどね、うんうん、ただその今ね、それこそ感情の赴くままに切れる若者が多いと言われている、うんうん、昨今結局ここでデニコさんが被害を受けちゃったらもう本末転倒ですからね。そうですね。だからそこはやっぱりそうなることが一番不幸ですから、うんうんうん、お気持ちは十分察してますし、うん、はい、同じように言うことは言ってもやっぱりね、うん、まあ、ね、うん、まあでも叱る人もなんか減ってきたみたいなところもあるから、ね、そうそう、昔はね、ちゃんとやっぱ言わないといけないから、うん、大丈夫ですか、ね、とか声かける人も減ってますよね。減ってるみたいですね、うん、本当にあれね、うん、あれだな。だってね、それこそね、あの吉沢ひとみちゃんのやつとか ね、 車で跳ねられてるのに、まあ状況いろいろあるだろうけども、うん、急いでるとかあったとはいえ、急いででもやっぱり一声かけてあげないとね、引かれてるんですから目の前で、うん、とかっていうのもあったりしますけどね、うん、はい、でもいいことしてると思いますわかります、はい、あの心情は僕らも同じですよ、はい、ルナピョンと、あ、ルナピョンというか、ルナピーです、あ、ルナピー、はい、どっちでもええわ、まあ、一人の前にどっちでもいいはないと思います。いや、ニックネームだから、こっちが決めることだから、ニックネームはね、さあ、それじゃあ、あの1週間の出来事、時事ネタでちょっと振り返っておきましょう。もう時間がかなりないんですけども、はい、はい、じゃあ、原稿、はい、じゃあまず、10月6日土曜日、はい、第87回土浦全国花火競技大会で花火が落下し、10人が怪我、うん、10月7日日曜日、シカゴマラソンで3位に入った大迫傑選手が2時間5分50秒の日本新記録、はい、10月8日月曜日、鹿児島市の平川動物園で飼育していたホワイトタイガーに襲われたとみられる飼育員が死亡、うん、10月9日火曜日、大相撲の元横綱輪島博さん70歳で死亡、うん、10月11日木曜日、営業を終了した菊池市場から移転した豊洲市場が開場、はい、うん、築地市場を菊池市場って言いますよ、うん、なかなかな滑舌だね、うん、知り合いかなと思って、うん、菊池さんいやいや違っちゃった、はいはい、まあまあ、うん、まあ、あと死去って書いてる、全部死亡に言い換えてるという、いやいや伝わりづらいアレンジ、はい、まあまあということで、なんかありますか、ルナちゃん、なんか気になるニュースあ、そのホワイトタイガーに飼育員さん襲われたけども、うん、遺族の
方が殺さないで飼育してくださいって言ったことが響きました。そうなんですね、うん、あ、そんな言ってたんだ。まあでもそもそもね、やっぱり人間の勝手でね、飼育しちゃってる部分もあるからね、まあ、虎には罪ないって言えばないかもしれないけど、まあ、でもですね、気の毒ですよ、まあ、動物園のそもそもの話にもなっちゃいますからね、うん、怖いな、はい、これね、あとはね、はい、ということで、あ、そうですね、うん、ちょっと時間もあれなんで、まあ、そうですね、はい、はい、ということで、じゃあここからはですね、漫才の方恒例でやってますので、ちょっとだけお付き合いいただけたらと思っております。はい、私は入り込めないかも。じゃあ、漫才の、じゃあケンメリっていうんで、ケンメリのお二人です、どうぞって紹介してもらったら、こちら客席側の方で見てもらってもいいですか。はい、はい、すいません、お願いします。ケンメリのお二人です、どうぞどうぞ。はい、で、ここでやりますんで、はい、はい、どうも、ケンメリです、よろしくお願いします。なんです、多分あの子番組見たことないな。見たことないの、まあまあいいんですけどもね。まあ最近なんですよ、ちょっと今日は個人的な話をするんですけれども、はい、なんかね、年のせいかすごい涙もろくなってきたんですよね。あ、そうなんですか。まあ言い換えれば、なんでしょう、涙腺が緩んできたというかね。あ、涙腺緩んできましたか。まあ、ちょっときついですね、本当に。まあそのうち膀胱も緩んできますからね。いやいや、言わなくていいですよ、膀胱の話しないでください、ね、上から下から源泉垂れ流しです。いや、言い方が源泉かけ流しですから ね、 で、 ね、うん、でも具体的にね、結構テレビとか見ててよく泣くことがあってね、はい、うん、例えば全米オープンテニスの、はい、大坂直美選手が優勝したじゃないですか、はいはい、ありましたね。で、優勝だけでも感動だったんですけど、うん、それだけじゃなくて、スタンドで観戦してたお母さんと親子の抱擁、うんうん、あのシーンを見た時に感動して僕泣いてしまいましたね。そんなんで泣きましたか。泣くでしょう。そしたら三田佳子と次男が抱擁してたらもっと泣きますよね。意味合い変わってこない、それ、そこで泣けるかね。いや、もうこうやって大丈夫、清水健太郎は6回よなんて言って、多分もうちょっとやるぞあいつ。まだただでさえ3回ぐらいやってんのに、そのな慰め方はダメですけどもね。あとそれ以外で言うとね、役者さんにもらい泣きすることがありますね。もらい泣き、うん、よく泣くのが、バラエティに出てる西田敏行さん、うん、あの方が番組に出てるので泣いてるのを見て僕もらい泣きしちゃうんですよ。西田さん見てもらい泣きするの。いや、しちゃいますね。あんな嘘泣き見て。いやいやいや、嘘泣きじゃないよ、あれ本当に心打たれて泣いてるんですか。ギャラもらってるから泣いてるんですか。そういう言い方するんじゃないよ、よくないよ本当に。あれはだから本当に感動してるんですから、うん、でももらい泣きしてるのはあっちの方ですよ。いやいや、俺ですよ、俺がもらい泣きしてるんですよ。だって お金もらって泣いてるから、もらい泣き。何ちょっとうまいこと言ったみたいな感じになってんだよお前。いいんだよそんなことはね。あとね、もっと言うと番組自体感動する番組があります。はい、ちっちゃい子供がね、初めて親元から離れて一人で買い物に行く番組知ってます。何ですか。初めてのお使い、 あれは見てたら泣いちゃいますね。あんな泣きますか。泣くでしょ、初めてのお使い。そしたら俺もっと泣くことありましたよ。ありますか、うんうん、誰にも相談できずに一人で行った初めてのアコムで泣きました、ね。何を言ってんのお前。初めてのお使いの方が感動するでしょ。何が。だってね、親の目の届かないところで一人で行って一人で家まで帰ってきた時のこの感動、うん、絶対に泣くでしょ。いや俺だってね、一人で初めてアコムに行って、うん、審査が通った時は感動して泣きましたよ。あのな、もう言うたら小銭握りしめて心細い気持ちで行ってるんですよ。小銭でしょ、うん、こっちは即日融資50万ですよ。あのな、子供がけなげに通ってるところものすごい感動するやろお前。俺だってけなげに毎月返してますよ。張り合うな、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。私も入っていいですか。入っていいです。はい、さあということで、漫才をね、ちょっと先週に続いたやつのアレンジバージョンなんですけども、どうでしたか。いや、もう聞き入っちゃいました。聞き入っちゃいました。なんか受けてへんやないか。いや、いっぱい笑ってましたでしょ。笑ってました、はい、笑ってる、言いましたよ。励みになりました、本当に。はい、ということで、今日番組通しての感想聞きますけど、どうでしたか。あ、すごい楽しかったです。あ、そうですか。はい、うん、今後どうします。あ、ぜひ使っていただけたら幸いです。使うとかではないですけど、うん、パワハラばっかりでしたね。セクハラも一理ありましたよ、ね。あ、一理ある。いや、だから、漫才の時もセクハラしましたよ。漫才のセクハラ。お客さんに向かってなんか変なことがね、なんか下がっちゃうとか、どうこうなんか緩くなっちゃうとか、ね、あれでも方向が緩くなるは下ネタなんですね。で厳しいね。これはちょっと我々の相手をするのは大変かもしれないですよ、うん、すごいやっぱり、うん、まあ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 、敷居の高いゲストですね、うん、確かに、うん、我々のケアが大変や、はい、ほんま、はい、本当です。お知らせとかなんかありますか、うん。
とりあえずは大丈夫そう。はい、はい、あのいろいろ SNS やってるので見てください。あね、ツイッターとかやってますからね、うん、ぜひという感じですね。塩でこなんかありますか。来週ですね、日月火水と東洋館ですね。ヨウちゃんですよ。はい、はい、ということでございますので、もしよろしければ、はい、いらしていただけたらと思っております、うん。ということで、今週とりあえずね、紫ルナちゃん来てもらいましたけども、うん、次週は通常通り葵ちゃん、うん、で、その次の週もまた、新しい、というかお試しゲストの方がいらっしゃるということでございます、うん、私のライバルですよね。そうライバルっていう感じじゃないですけどね、ほがらかに楽しくやらせてもらった後に、まあ、どうね、していこうかなっていう感じ、うん、なんかその子の名前かってその辺に抽象ビラとか貼らないでね。やめてください。なんかやりそうじゃないですか。やりそうじゃないですか。そんなない紙振って問題になってたやつだそれは本当に、ね。まあ、ということでございまして、今日は本当ありがとうございました。またぜひお越しいただきたいと思います。はい、ということで番組この辺りでお別れです、はい、来週もご覧ください。さよなら。